おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズン続きやっていきましょう。前回はね、キスケくんが戻ってきてくれたということで、そっからまたいろいろ調べていこうっていうところだったんですけど、まあ時間がいい感じだったんでやめましたってとこです。でね、この新しくパートを取る前にね、母から LINE が来たんですけど、このナイフを、おー、LINE ですね。バーに押し寄せてきたさ、狼の覆面かぶった人いたじゃん？あれがさ、信之くんのドッペルゲンガーなんじゃない？って、LINE が来て、天才か？って思いました。いや、まあね、それであってほしいよね、なんかね。誰も疑いたくないもんね。じゃ、とりあえずもう、じゃあ早速進めていきましょう。ちょっとね、わかんないんだよね。とりあえず、清子さんに話しかけるってところから始めようって言ってたんだよね。じゃあ始めましょう。さて、そろそろ頃合いですわね。清子さん、何をしてるの？ごめんなさい、私今忙しいの。話なら後にしてくれるかしら？うん。中庭で何かを準備してるみたいだけど、一体何をするつもりなんだろう。なんかクーデターとか起こすつもりなのかな。なんかメガホン持ってるしね。でも別に今話しかけられるわけではないみたいだから、じゃあどこを調べましょうか。あ、理事長先生いるじゃん。あ、普通に話進むと思わなくてめっちゃクリックしちゃったじゃん。ここは理事長室だみたいなこと言った？ん？中で話し声が聞こえるぞ。今回の件については絶対に情報を漏らすな。もちろん警察にもだぞ、いいな？いや、そうは言われましても。私の言うことが聞けないのか？これ以上この学園の品位を落とすことはできない。我々だけで解決するんだ。はい、わかりました。どうやら理事長はこの事件について公表したくないみたいだな。理事長に直接話を聞こうとしても無駄かもしれない。じゃあ一体どうすれば。その時だった。この学園の理事長は学園のトップにふさわしくない。ん？どこからか声が聞こえてくる。これ絶対清子さんだ。理事長は学園のトップにあ、違った信之くんだった。理事長は学園のトップにふさわしくない。なんか気になるな。一体どこから聞こえてるんだ。絶対清子ちゃん。立ち絵がなんかちょっと新しいから話しかけちゃう。さっきの声、外の方から聞こえなかったか？理事長からは話を聞けそうにないし、少し調べてみようぜ。じゃあ話聞きに行くか。はい、清子ちゃんでしょ絶対。ほら、メガホン持ってるもんね。皆さん、聞いてくださいですわ。あれは、清子さんじゃないか。何かの演説をしているみたいだ。最近学園では奇妙な事件が多発していますわ。もう正直、この事態を放ってはおけません。そして原因を作っているのは、学園を管理できない理事長と、生徒会長の黒木文に他ならない。つまり、今こそ革命の時です。そのためなら、私はどんなことだってやってみせますわ。叫んでいたのは清子ちゃんだったのか。確かに彼女は生徒会の選挙に負けてからずっと学園に不満を持ってるらしいね。まあ生徒会長になれなかった八つ当たりだと思うけどな。ザッザッザ。ほら、噂をすれば生徒会のお出ましだぜ。清子さん、学園内での演説は禁止と言いましたよね。今すぐやめなさい。ったく、お前は何度同じことを言わせるんだ。あら、これは生徒会長とその犬の副会長じゃありませんか。何？犬だと？それにしても全校集会の事件はひどいものでしたわね。こんなの普通の学園じゃありえませんわ。あらあら、何も言い返せないのかしら。
学園のトップがこの調子だと先が思いやられますわね。ここまで言われて何も言い返さないなんて、自分の意思では何も言えないということかしら。やっぱりあなたは理事長の言いなりロボットなのね。おいお前、それ以上会長を侮辱すると。やめなさい副会長、ここで言い争っても無駄です。わかりました。すみません。飼い犬のしつけがなっていないわよ。副会長は犬なんかではありません。あなたこそ学園の生徒であるならば言葉には気をつけなさい。それとこれ以上演説を続ける気なら覚悟しておいてくださいね。何よ、どうせ生徒会長になれたのも理事長があなたのお父上だからでしょ。え、理事長が生徒会長のお父さん。いやそりゃそうでしょうが、名字同じだもん。行きましょう副会長。はい。ザザザ。ロボット女のくせに。ザザザ。行っちまったな。うん、なんかすごかったね。っていうか生徒会長のふみさんって理事長の娘なの？ああそうだぞ。そうか、信行は転校してきたばかりだから知らなかったのか。うん、初めて知ったよ。それにしても清子ちゃんは本当に理事長と生徒会長を目の敵にしてるよな。そうだね、目の敵かな。ちょっと今アクセント違ったわ。そう考えると清子ちゃんは理事長を恨んでいる可能性はありそうだ。うん、学園への不満もかなり溜まってた様子だったし。ああ、じゃあとりあえず犯人候補一人目は清子ちゃんだな。そうだね、彼女は要注意でいいと思う。他には怪しいやつはいないだろうか。うん、神宮寺清子の行動がまあ不満を抱えていたら怪しいぜ。で、生徒会長と理事長は親子。はい、進展。さあ、こっからどう進むんでしょう。とりあえず、キスケ君に話しかけるか。清子ちゃんとふみちゃんはずっと仲が悪いんだよな。清子ちゃんが一方的にライバル心を燃やしてるだけっぽいけど、やっぱ生徒会長になれなかったことが悔しかったのかもな。そうなんだ。だから清子さんはふみさんにあんな態度を？それに、ふみさんのお父さんは理事長だし。ということは理事長に不満を言ってたのも、もしかして生徒会長になれなかった悔しさから？まだそうとは言い切れないけど、清子さんがドッペルゲンガーの可能性もあるよな。せやな。ねえ、でもね、まあ不満を持つのもわからなくもないよね。だって一番偉い人の娘だから生徒会長になれたってさ、あんまりこう詳しく事情を知らない人からしたらそう思っても仕方ないよね。さあどこに行こうかね。さっきここにさとみくんがいたから、さとみくんに話しかけようかね。ちょっと格好が面白いな。清子のやつマジでムカつくな。さとみくん大丈夫？別に俺のことはどう言われてもいいんだが、会長のことをバカにするのだけは許せねえ。会長がどれだけ頑張ってるか、あいつは何も知らねえくせに。さとみくん？悪い、ちょっと取り乱しちまった。気にしないでくれ。うん。さとみくんはふみさんのことをかなり慕っているんだな。へえ。すごい、どうでもよさそうなへえって反応しちゃった。別にどうでもいいわけじゃないよ。あ、またここは二人言い争ってんのかしらね。あれは静香さんと早苗さんだ。何を話しているんだろう。待って待って待って、静香さんの目開いた時の顔怖すぎじゃない？もう死んだ目してるよ。ねえ早苗さん。何？あなたいつまで翼のことを追いかけるつもり？翼は私の彼氏なの。これ以上邪魔するなら分かってるよね？
たが彼女とか、そんなの関係ない。人を好きになるのに誰のものとか関係ないし。覚悟はできてるみたいね。なんか険悪なムードが流れている。話しかけるのはやめておこう。いや、やばいじゃん。殺し合いが、屋上で殺し合いが行われてしまう。ちょっと見たいな。ここをちょっとこうリアルモニターしておきたいけど、そういうわけにもいかん。お、珍しいね。なんか池袋にこの二人がいるって。あれはアンさんと美香子さんだ。何を話しているんだろう。ねえ美香子。何？私が美香子に似合うアクセサリー選んであげよっか。え、どうして？美香子可愛いのに全然おしゃれしないじゃん。もっとおしゃれしなって。いいよ私なんて。いいから行くよ。え、ちょっと待ってよアンちゃん。二人は本当に仲がいいんだな。邪魔しちゃ悪いし話しかけないでおこう。え、なんだかんだ言って美香子ちゃんのこと好きじゃんアンちゃん。なんか二章の時は結構冷たいなって思ってたんだけど。いいっすね。ちょっとバー行くか。アブさん、絡みに来たよ。ドッペルゲンガーの事件が起きたみたいね。あなたもいる。あ、同じじゃねえかよ同じかい。もういいわ。どうしよう。他に誰か違うっていうか変なとこあったっけ。あ、生徒会室とかになんかないか。ないか。そうだ、あ、ふみさんに話を聞けば理事長について何か教えてもらえるんじゃないかな。なるほどな、それは確かに。よし、じゃあ早速聞いてみようぜ。うん。おー、生徒会室初めて入れた。かっこいいね。なんか紋章、交渉？交渉がかっこいい。失礼しまーす。で、あれ？誰もいねえ。ふみちゃん戻ってきてないみたいだな。どうする？また後で出直す？いや、ここで待ってればふみちゃんも戻ってくるだろ。それに誰もいない今がチャンスだ。先に生徒会室を調べちゃおうぜ。何か手がかりが見つかるかもだしさ。え、でも大丈夫かな。大丈夫大丈夫、バレなきゃ平気だって。あ、こういうのって結構バレるかもしんないよね。最後、重要な証拠を見つけたぞ、ガチャ、あっみたいな。分かったよ。じゃあそうしよう。オッケー、調べましょう。なんだこれ。どれが調べられるんだろう。この色ついてるやつか。この引き出しには何か入ってないかな。ガラガラ。ん？これは在校生資料って書いてあるな。おお、顔写真付きで全校生徒の名前が載っているみたいだ。こんなのがあるんだね。まあ今は必要なさそうだけど。そうだな、他に何か手がかりになりそうなものは。お、まだ奥にあるぞ。ごそごそ。ん？これは手帳？ずいぶん奥にしまってあったみたいだな。名前が書いてある。黒木ふみ。この手帳って生徒会長のものじゃない？さすがにこれを見るのは。いや、これも調査のためだ。キスケくん楽しそうだね。なんだかシロが言いそうなセリフ。そうか。まあとにかくパラパラって読んでみようぜ。ペラ。私の人生は退屈。私は一体何のために生きているのか時々わからなくなる。鉄の女だなんてあだ名で呼ばれて、本当は鉄じゃないのに、ただの女の子なのに。へえ、会長ちゃんにもこういう一面があるんだな。意外だ。ガチャ。やべ、あなたたちそこで何してるの？やべ、俺たちは急いで手帳を引き出しに戻した。お前ら同じクラスのキスケと信行じゃねえか。生徒会室で何をやってるんだ？いやー、ちょっと会長ちゃんに聞きたいことがあってさ、ここで待たせてもらったんだ。聞きたいこと？俺たち今朝の事件を調べてて、どうやら犯人は理事長に不満を持ったやつかもしれないんだ。だから理事長の娘である会長ちゃんなら何か知らないかなって。あー、これ地雷ワードじゃない？
理事長の娘って言われるの絶対ふみちゃん嫌いだよ。なるほど、そういうことですか。それでしたら私からは何も教えることはできません。どうして？混乱を避けるため学園側から何も言うなと言われています。まあそんなこと言わずちょっとくらい教えてくれたっていいじゃん。無視。私から話すことはありません。学園からの指示は絶対です。そこをなんとか。おいキスケ、しつこいぞ。とにかくこの件については話すことはありません。分かったら生徒会室から出て行きなさい。いいから早く出て行け、早く出て行け。ちょっと押すなよ。ああそして俺たちは生徒会室を追い出された。ダク、少しくらい話してくれてもいいのにな。もうフミさんから何か聞き出すことは難しそうだね。そうだな、こうなったら怪しそうな人物を片っ端から探すしかねえか。うん、そうだね。ひそひそ。ん？廊下の奥から話し声が聞こえる。あれは先生たち？先生、聞きました？体育館の文字を書いた犯人が監視カメラに映っていたらしいですよ。本当ですか？結局犯人は誰だったんですか？それが犯人の映像は理事長が持っていったらしくて。そうなんですか？それに理事長の指示で警察には通報しないそうですよ。なるほど、やはり理事長は名誉が傷つくのが嫌だから隠蔽しようと。先生、それ以上言わない方が誰が聞いてるか、誰が聞いてるかも分かりませんし。そうですね。コツコツコツ。じゃあ犯人は理事長は犯人が分かった上で隠蔽しようとしてんの？ん？おいおい、いいこと聞いたな。理事長が犯人の映像を持ってるってよ。早速調べてみようぜ。そうだね。うん。ふみちゃん？ふみちゃんがやったのかな？違うかな？とりあえず理事長室もう一回行ってみる？開かないだろうけどね。理事長室だ。中から話し声が聞こえないな。もしかして誰もいないのか？これはチャンスだ。早いとこ理事長室に入って調べようぜ。理事長先生一人だけいたらさ、普通に喋らんくない？黙ってない？ガチャガチャ、そりゃ鍵がかかってるわ。そりゃそうだわ。ダメだ、鍵がかかってる。あ、これは扉を開けるにはこの仕掛けを解く必要があるみたいだ。あー、面白い仕掛けだね。え、なんだって？どういう仕掛け？扉の鍵には4つの枠に動物の絵が描いてある。これを正しい順序に並び替えればいいってことか。あー、なるほど。わかったぞ。今までの歴代理事長の名字とかじゃない？違うかな？だって1、2、3、5だもんね、これね。あれ？ 5？ 違う。1、2、3、4だわ。1代目。どれ、これは誰？初代理事長ダニエル・ミズーネ。これなるほど。初代理事長は外国人だったのか。で、これ逆さまやだからミズーネだから逆でネズミね。オッケー。1番目はネズミで、2代目はこれは動物を抱っこした女性が写っている。3代目か。3代目理事長は名前がそういえばないんだった。これは犬？いやでもいっぱいいっぱい乗ってるな、この人の。犬と猫とウサギが乗ってる。で、これは何かの授賞式。2代目理事長が理想の学園大賞の優秀賞を受賞。うん、これは関係ないのか。こっちか。こっちが2代目？違う、4代目だ。熊井利久ね。あれ？
じゃあ1、2、3、あれ4代目なんだっけか、黒木理事長は。5代目だよね。そうだよね。あれ4代目は猿山浩二が2代目ね。猿ね。じゃあちょっと一回入力してみる。ね、水ね、2が犬、あれ3代あ2あ違う2代目は猿だ。あれ猿なくね。あ違う、2代目は熊だ。ダメだ、やばいやばいやばい、私の記憶力のなさがもう露呈している。どうこれで。あブブ。1代目はネズミ、2代目があれ猿山って何代目だっけ。猿山、あれ、あ猫又美香さんっていう方もいらっしゃるのね。なるほど、2つあったんだ。これはこれが猫又美香さんで、こっちが猿山浩二。あれなんか分かんなくなってきたな。1代目がネズミ、2代目がどちら様だったっけ。2代目がこれ4代目か、4代目がクマか。あー分かった。じゃあ1代目がネズミ、3代目の女性の方が猫で、4代目がクマで、2代目が猿。猿ってなくね。あ、違うわ。なんだっけ、犬山なんちゃらさんって方もいたよね。だから、こうか。まあいいや。ちょっと OK しよう。よし、開いた。ガチャン。よし、開いた。なるほど。この仕掛けに書かれている1234というのは、初代から4代目までの理事長のことを表していたんだ。そして、それぞれの名前に対応した動物の絵を当てはめればよかったんだ。よし。とにかくこれで扉は解除できたし、いやこれ簡単に誰でも開けられちゃうのでは。理事長が戻ってくる前に部屋の中を調べようぜ。これは？このパソコンはホームの背景が若い頃の理事長と小さい女の子が手をつないでる写真になっている。親子愛。これって小さい頃のふみさんだろうな。あの理事長も可愛いところがあるんだな。意外だね。ってそんなこと言ってる暇ないぞ。早く映像を探すんだ。そうだね。あった、監視カメラの映像だ。これ絶対さ、犯人がわかるぞわかるぞ、ガチャあってなるよね。お、見つけたのか。早速見てみようぜ。今のところ誰もいないね。誰か体育館に入ってきた。この映像に映っている人って、なんだこの緑髪の女、誰、こんなやつ学園で見たことないぞ。確かに俺も初めて見たな。あれこいつじゃね？違うかな？こいつがさ、ドッペルゲンガー事件をさ、やめさせようとしてる、やめさせようじゃねえわ。起こさせようとしてる人じゃない？違う？てか、まあ、私最初に母から、信之くんのドッペルゲンガーだって言ってたけど、こいつじゃない？違うかな？わかんねえ。その時だった。ああ！やべ。誰か近づいてくる。やべ、理事長が帰ってきたのかも。ここにいることがバレたらさすがにまずいぞ。どうしよう、
どこかに隠れないと。信行、こっちだ。待って、これちょっと永遠にこの画像のままでいたい。めちゃめちゃかっこいいんだが、めちゃめちゃかっこいいんだが、ちょっと飛ばしたくない。めちゃめちゃかっこいいんだが、なんか BGM2 ループくらいしちゃったわ。ちょっとかっこよすぎる。かっこよ、かっこよ、やば。さすがに進まないとちょっとまずいか。俺たちは理事長の机の下に隠れた。かっこいい。こんなところに隠れて大丈夫？大丈夫も何も、ここしか隠れるところねえだろう。だけど。静かに、見つかっちまうぞ。ピピピ、ガチャ。コツコツコツ。まずい、入ってきた。コツコツコツ。コツコツコツ。そこにいるのは分かってる。隠れてないで出てきなさい。まずい。どうやらバレてるみたい。ここは素直に謝るしかねえか。そうだよね。俺たちは机の下から出て頭を下げた。すみませんでした。あれ、なんで黙ってるんだ。何誰？何やってるの、二人とも。二人して声真似に引っかかるとかバカみたい。ルイちゃん、ルイちゃん、ルイちゃんかい、ルイちゃんかい。この声は、ルイくん、マチさん。なんで二人が。二人を見つけたから追いかけてきたっていうか。追いかけてきた？うん。その信之くん、キスケくん、今まで避けるようなことしてごめんなさい。私もごめん。それはあんなことがあったんだし、しょうがないよ。私、みんなとバラバラになっちゃった日からずっと後悔してたの。せっかくみんなと仲良くなれたのに、こんな風にお互いを疑い合って関係を壊して。私、間違ってた。さっきね、ルイちゃんと一緒に話し合ったんだ。このままドッペルゲンガー退治をするのは、命の危険があるのは分かってる。でも私もルイちゃんもオカルト部のみんなのおかげで救われた。だからここで引き下がるわけにはいかないんだ。それに私たちオカルト部の中にみんなを襲った犯人がいるなんてやっぱり思えない。私はルイちゃんからその言葉が聞きたかったの。ああ、ちょっと涙出てきた。だから私たちもまた事件の調査を手伝ってもいいかな。お願い。もちろんだよ。これでオカルト部4人復活だな。ありがとう。じゃあ早速だけど、調査の進捗を教えてくれない？何か今回の犯人について分かったことはある？それが、一応今回の犯人っぽい人が分かったんだ。もう分かったの？それってこの人。そして俺は二人に監視カメラの映像を見せた。マジ？この人知ってる？二人ともこいつを知ってんのか？知ってるも何も、有名人じゃん。彼女は最近 SNS でバズっている歌い手さんだよ。へえ、バズってる歌い手？ほらこの動画、今これがインスタでめっちゃバズってんだよ。これストリートライブか？うん、私も生で見たことはないんだけど、
この人、見た目もとっちゃってたし、しゃっしゃっしゃってた。この人、見た目も特徴的だし、歌もすごく上手くて有名なんだ。それにちょっとミステリアスな一面もあって。ミステリアス？それがね、彼女の年齢も名前も不明のままで、誰もプライベートの彼女を見たことないんだって。へえ、そうなのか。だから、ファンの間では勝手にノーナメって名前で呼んでるんだ。ノーナメ？変な名前だね。ノーネームか。マチちゃん、違うよ。マチちゃん、違うよ。ノーネームね。やっぱり。そういう読み方だったの？私、ずっと間違えてた。マチは英語が苦手なんだな。うっさい。でも、なんでこんな有名人がこの学園に？それに、今回の犯人がこの人だってことは、彼女が今回のドッペルゲンガーってことなんだよね。多分、インスタでバズった謎の歌い手が今回のドッペルゲンガーか。そんな有名人がどうして理事長に恨みを？想像もできないな。手っ取り早いのは本人に話を聞くことだけど、ただでさえ謎の存在なんだよな。今ある情報はストリートライブをしていたってことぐらい。どこに行けば彼女と出会えるんだろう。あのさ、これふみちゃんじゃない？違うか。さすがに違うかな。まあ結構進みましたね。じゃあ今回はいい感じっていうか、結構長くなっちゃったんで、今日はこれくらいで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。理事長先生とそのふみちゃんのその2人で話してる時の関係性がちょっと知りたいかもしれないね。気になるね。よし、じゃあまた次回お会いしましょう。おつぴよです。